大崎市松山千石の五本丸公園コスモス園です。広さおよそ4300平方メートルの公園に15種類およそ18万本のコスモスが植えられ、爽やかな風に揺れています。公園を管理する松山総合支所によりますと、今年は種をまいた7月上旬以降、天候に恵まれたことから順調に生育が進んでいて、全体の4割ほどまで咲き揃いました。いろんな種類があって、色もいろいろあって綺麗ですね。同じピンク系列でもいろいろな濃さの花があって、とても綺麗でいいなと思い、秋らしくていいなと思います。コスモス園では今月14日、ステージショーなどが楽しめるイベントが開かれるほか、今月中は土日祝日に園内の線路を人力で走る人車が運行されます。コスモスの花は来月上旬まで楽しむことができます。